聞くと、あーなんか学校っていいかもみたいなのとか、新しい出会いっていいかも、楽しみかもって、ちょっと私は結構あの新学期とか苦手で、緊張するなとか、挨拶やだなとか仲いい子とクラス離れちゃうのどうかなとか思って、その前日とか億劫になっちゃうタイプだったんですけど、この曲とかを聞くと、あ、ま、なんかそれでも新しい出会いがあるならいいかなとか思える曲だなって思いますね。前向きにその新学期とか捉えられますね。でも新学期の挨拶はこけちゃダメ慎重に行くんだよみんなそこはもうちょ人生の先輩として、ちょやりすぎてはいけないっていうのをしっかりとこう胸に入れて、自分の自然体をね出せるように、こう気張りすぎちゃいけないんでね。はい、こけたんか何かあったんかって言われてるけど、いや私は逆に何もできなかったタイプなんで、でもやりすぎてこけちゃった人も見てるあ、私イだからさ、伊藤でイだからさ、もうなんかすぐ来るんですよ順番がね。なんかあんまり様子とかも見れなくて、どこまで行けるかとかもうわかんないし、だからただただ無難なことしか言えなくて、その後に盛り上がってる人たちのこととか見て、ああいいなーなんて思ったりとかねしますね。はい、